進撃が止まりません。おっと、今次の挑戦者が決まったようです。驚きです。なんと負け知らずのあの男が帰ってきました。過去3年このリングで全勝無敗、ベガスの地下リングチャンピオン、ゲリー・バスターホーズ。よう、また会ったな。奇遇ですね、キルザ。即死と副上司、お好みは？その日本語、意味分かって使ってんのか？無敵の極道隊、無敗の地下王者、注目の一戦、今、ゴングです。
無敗の王者に土をつけ、今新チャンピオン誕生。次はお前が仕事する番だぜ。安心しろ、約束は守る。俺はフェアだって言ったろ。東城会の100億と由美と水木、東城会三代目は金が盗まれたことを隠していた。だがそれを錦山って直系組長が緊急幹部会で暴露したんだ。三代目を殺したのは俺は、に奴の動きは四代目の椅子を狙っているようにしか見えねえかもしれんな。だが今の東城会は群雄割拠だ。三代目は死に、となれば百億取り戻した男が四代目だろう。錦山のたった一言の引き金で共食い、任侠が効いて呆れるぜ。百億を奪ったのは由美って女だ。こいつは匿名の何、東城会で裏取ってるうち妹の水木が事件の直前からアレス閉めて、いよいよ本星ってわけだが、二人とも見つかりやしねえ。水木の娘なんだって？東城会は水木の娘を探している。ハルカ、ハルカ、そうだったのか。一昨日顔を隠した妙な女が来てな、そいつが、それがユミか。さあな、女の顔は見たが俺にはそれがユミって女か水木って女かもわからねえ。得体のわからんやつとは仕事もできねえからな。丁重にお帰りいただいた。なんだ、そうか、わかった。お前に客だ。客？見に行くぞ。足元注意しろ。何？こいつは。驚いていいぜ。ここが西の河原の本当の姿だ。5年前警視庁は50台のカメラを取り付けた。テロ防止なんかが名目だが、所詮大して役には立ってねえ。だがよ、俺は実際にこの目で見てるんだ。1万台のカメラを設置してな。おい、客の様子を見せろ。はい。伊達さん、時間、何があったんだ？奴の行動をたどってみるか。奴の映ってる他の映像を出してみろ。伊達か。なんとも落ちぶれちまったもんだ。伊達さんを知ってるのか。ボス、10分前の映像です。ん？トラブルです。なんだ？ライブ映像に回します。キリュウ、伊達がヤバいぞ。
おい伊達さん。すまねえ、はるかが。分かってる。おい、こいつデカだぞ。そうだ、間違いねえ。俺はな、昔こいつにパクられたんだ。もう十分だろ。まだだ。100回殺しても足らねえ。誰しも引っ込んでる。一発殴んねえと気が済まねえ。バラしまえ。そうだ、バラしまった方がいい。何言っても無駄か。ああ、無駄だ。あんたの話聞く義理はねえ。なんだよ、どうする気だ。よせ、キリュウ。そんなにこの人やりてえなら俺を倒してからにしろ。呆れた強さだな。あんたがサイの花や。久しぶりですね、伊達さん。キリュウ、例の子さらった車はバッティングセンターに止まった。安心しろ、この情報量はつけにしといてやる。ああ、あいつは元警官だ。警察の情報を横流ししてたのを俺が告発したんだ。そのあとは知らねえが、こんなとこで会うとはな。キリュウ、ハルカさらったのは真島組のやつらだ。真島組？よりによって真島の兄さんか。伊達さんはセレだが、それじゃその体じゃ、それよりもレーナが心配だ。分かった。